メロフラでしたい10のこと350期目を迎え9月いっぱいで丸7年7年ということで10月からは8年目に突入する私のこの番組メロフラそこで今日は今後のメロフラでしたいことを10個 発表して、まあね、ちょっとお願い事、何事も口に出せば、言葉にすれば、ちょっとはね、叶う確率も上がるんじゃないかということで、叶えられる範囲でこの願いが届けばいいなと。そう、今日は叶わないんですよ。あの、今日は、あの、願いをかける放送だから、この350期で唱えたことが、まあ、来たる。 何期かで叶うかもしれないよねということで、まあ、あのー、いない人いっぱいいるんで、今日 <laughs> アーカイブであの、聞いてもらうということも含めて、今日は叶いませんのでご了承ください。じゃあ、まずえ一、ー、個目の叶えたいことを発表いたします。公開録音やってみたい。うん、これはね、相違だと思うな。あのリスナーの皆さんも番組チーム的にも。だってさ、丸七年でまだ登録。その。なんか。 オフライン的なな感じででみんなで会ったことない番組ってあんまないよね,多分ねあの皆さんにお便り送ってもらってもちろんこのねスタジオで受けて一緒におしゃべりしてるんですけど、まあ、せっかくなら聞いてくれてる皆さんのこう顔を見てねおしゃべりするような場所ができたらいいなって思ってます。そしてじゃあどんどん行こう2個目叶えたいことはまた生放送やってみたい うんこれもみんな楽しみにしてくれてると思います。やっぱりみんなあのいつも「ハッシュタグメロディーアンダバーフラッグ」で実況してくれてると思うしあの YouTube のアーカイブにもコメントとかね書いてくださってるんですけどやっぱり生放送だとリアルタイムでみんなのコメントが読めたりとか同じ時間を過ごしてるんだなということを体験できるんでやってみたい。そして3つ目の願い事は、まあ、そんな生放送とまた近いかもしれないんですけどリスナーさんと生電話してみたい これもラジオだよね。ラジオあるあるだよね。そう。だけどメロフラ内では実はまだあの生電話企画っていうのをやったことがなくって、ちょうどさ、あのー、リリース関係でいろいろラジオ周りしてた時に、あの、ラジオ人生初生電話をね、してみたですけど、他局のね、ラジオなんだけど、その時が、まあ、すごい楽しかったし、私もなんだろう、こう、もちろんね、 あの皆さんファンで応援してくれてるから緊張して何話そうってなるかもしれないんだけど話してるうちになんかその人のなんだろう,こう心の中にある本心みたいなとことか悩みみたいなところにちょっとずつこう寄り添える感覚もしてるしやっぱり生活環境の違いとかお仕事の違いっていう部分で私もね皆さんから学ぶことがいっぱいあったなって感じたのでまあメロフラリスナーの皆さんとも生電話をしてみたいなって思ってます。 では次四つ目どんどん言っていこうステッカーそろそろ新しくしたい <laughs> これ今どれぐらい使ってるかな二年ぐらい使ってるかなそうステッカーをあの MVP 選ばれた方にいつも送っているんですけどそちらのステッカーをね、まあ、そろそろリニューアルしてもいいのかなみたいなタイミングなのではってあそう富士山ステッカーあれ富士山で合ってんだっけ私違うねあのお洋服変えたんだっけかもうね記憶も曖昧でして三角形の体ね <laughs> <laughs> そうそうそう今ねこう MVP の方お手元にあると思うんですけどと普通に番組ロゴのステッカー2周セットとかかなでお送りしてるノベルティのステッカーをちょっと新しくしてみてもいいんじゃないかっていうのを思ってますでは次5個目かな、えー、グッズ作りたい うん、番組グッズ作りたいですね。まあ私ライブとかあとまあリリースさせていただく時とかにいろいろこう特典とかね。まあライブだとグッズとかいろいろ作るんだけどこのメロディーフラッグというこのラジオの場所でもやっぱりなんかグッズ作りたいし願わくばやっぱりフラッグなんで旗じゃないかな。もうみんながこうパタ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 ってくすぎ登録とかできたらねもう本当に女王様出てきたみたいなもう。<laughs> パパパパタ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  <laughs> みんなしまいなさいみたいなそういうくだりもやってみたいで立てていきますの時にみんながこう地面にうって <laughs> ひざまずいて地面にうんってさすっていうのをねぜひやってみたいなと思いますこのメロディーフラッグあるあるなのか、まあ、番組の中のコーナーをちょっとグッズ化するとかわかんないけどそういうのもちょっとやってみたいななんて思ってますでは6個目ジングル変えたい <laughs> 提供は変えたんだよねそう「お送りしました」と「お送りします」は新しくしたんだけどジングルが「 7年前のままなんだよね。だから、あのー、メロディーラックみたいになってから、えー、改めまして、こんばんは、みたいな。<laughs> あの、温度差で風邪ひいちゃうっていうのがちょっとありますので、<laughs> そろそろ、あの、落ち着き目ジングル。まあ、混ぜてもいいよね。その、二十歳の時の私と落ち着き目ジングルを交互にして、ちょっと、あの、温度差の緩和を図りたいというところがございます。えー、では次、7個目か。ゲスト呼びたい うん、ゲストなかなか呼んでないそんなこともないなんかこういう番組ってどれぐらいでゲストが来てんだろうまあ割と私はずっと一人で喋れてしまう人なんですけどまあ友達呼んだりとかゲストあそうそう美咲が来てくれたねそれ200回だっけあ違うわもっと後か。 誕生日記念だそう,だ,そうだ,だからなんかまあアニバーサリー系のゲストでももちろんいいしなんか来てみたい人とかいないかなメロフラ出てみたいんだよねみたいな人業界にいないあそう うだよ祈り町の常務集会のアフタートークで本当は日高くを呼んでもうちょっとこう延長戦をしたかったんだけど、まあ、忙しいんですねなんでなかなかスケジュールが合わないということでこれはそうだねゲスト呼びたいという名のを日高く呼びたいかもしれない。<laughs> うんはい、ということでじゃあぜひ日高くのお二人アーカイブ等聞いてましたらスケジュール開けていただいて、はい、マネージャーさん協力していただけたら嬉しいなと思います。え次8個目 やばいもう出し切ったんだ <laughs> なんかあるみんな <laughs> あと2個 <laughs> こんな贅沢なことないのにね <laughs> えーだってイベントもそのね生放送お前登録グッズ生電話なくないもうあとなんかあるえー、屋上屋上で撮ってみたいとか,かあっロケしてみたいとかそういうのやってうん。 なんか、まあ、ロケというほどのロケができるかは微妙ですけどちょっと文化放送を飛び出してみた系みたいなのをやってみたいとかかなじゃあサクサクいこうじゃあ9えー、え街頭インタビューをしてみたい <laughs> <laughs> ロケにくっつくけどなんかほらメログラ聞いてますみたいなことを突然聞いてみたいで。 って言われるかももししししれれれななないし、はいいはって言われるかもしれないしなんかんそう市場調査じゃないけどちょっとそういうのやってみたい。でじゃあ10えでも1個目もなんかそれ系になっちゃうかもしんないなでもまあせっかく YouTube でオフィシャルチャンネルやってるんで、まあ、YouTube となんかそれこそまあひも付けてじゃないけど、まあ普段こんな感じで撮ってますみたいなこうブースツアーを撮って。うん まあ、編集はすると思うけどあのブースツアーを YouTube でみんなに公開してみたい本当かな本当かなショート動画とかショート動画って短いやつあーうん確かになんか YouTube がやっぱりちょっと画質が良すぎるっていうのがあるんで、まあ、若干 あの、ごいごずがざ,ざって、画質をとござござってするかもしれないけど、<laughs> なんかそういう動画でね、普段耳で聞いていただいたりしてるラジオ番組なんですけど、まあ、こんな雰囲気だよ、みたいなことを皆さんに共有できたらいいな、なんて思ったりする10個です。わー、終了さあ、一体この10個のお願い、どれだけが叶えられるのか、まあ、あの皆さん首を長くして待っていただければ、もしかしたらこの10個のうちのどれかが叶うかも、全部叶うかもしれないしね。 ジングルはすぐいける確かにもうこの後行いけるぐらい <laughs> 速攻かなうものもあればいろいろ準備が必要なものもありますけども以上メロフラででししたたののことのコーナーナぜひねこれが叶った矢先にはああの350基の時の願いだったなと思い返してね、えー、楽しめればいいなと思います。